はい、それでは今回は、流体解析入門最後12回ですね。お疲れ様です。今回最後は最後の12回になります。流体流れを解く、で、生成項ありというようなものについて扱っていきます。基本的な内容としては11回ともほぼ同じです。で、そこにちょっと手を加えている、生成項があるっていうちょっとした違いがあるんですけど、流れとしては同じなので、振り返りと思って、気軽に聞いていただければ幸いです。それでは内容について移っていきましょう。今回解く式っていうのはこの左上の式ですね。これ前回と大きな違いはありません。一応念のためそれぞれの項について解説していくと、この一番上が X の式で、2つ目が Y の式で、3つ目が圧力のポアソン方程式ですね。で、それぞれ何の式からできているかっていうと、このナビエ・ストークス方程式と、この連続の式っていうのから計算されていて、上2つはナビエ・ストークス方程式まんまですね。で、連続の式と、ナビエ・ストークス方程式を、合わせることによって、この圧力のポアソン方程式を導出することができますと。で、ここ詳細は説明しないので、何か調べて、導出の仕方とかが知りたければそちらで調べてみてくださいというような内容になります。XY の速度の式に関しては、これがまず否定条項ですね。時間を、速度に対して時間で微分しているので、否定条項、時間によって位置が変わっていく、流体速度が変わっていきますよというのが1つ目の項で、これが対流項ですね。この2つが対流項で、場所によって、流体速度が伝わっていきますよと。流体の速度が伝達していく、そんなイメージですね。流体の位置は徐々に動いていきますよっていう話で、3つ目が圧力項です。これが、粘性項、2回微分が存在しますと。で、最後は生成項ですね。今回追加した項になります。生成項はどんなものかっていうと、大体、重力とかが一番わかりやすいと思うんですけど、重力って常に流体の全てにかかってるじゃないですか。そういった感じで生成項というものが存在するんですね。なので、重力以外ももちろんあるんですけど、遠心力とかもそうですし、そんな感じであるんですけど、ただ、一番わかりやすいのが重力なので、重力と思って理解していただくといいかなと思います。今回ちょっと例として、ちょっと変わった例で説明するんですけど、基本的には重力です。で、この先生、ちょっとじゃあ最後だけ見ましょうか。最後の結論だけどんな感じになるかっていうのだけ、こういった、シミュレーション、プログラムを流した時に、下と上は壁として、右と左は周期境界条件という、要は右から出ていった流体は左から入ってくる、で、そこで、ぐるぐる回ってるイメージですね。っていうのを解析、結果として出てくるイメージです。で、これ、どっから力が出てるのっていうと、周期境界、じゃないですね、生成項で、全ての位置に X の速度が、与えられるみたいなことをしてます。なので、これが、90度回転して下向きになったら、重力で流体が落ちていってる、そんなイメージを持っていただくと今回の内容理解しやすいかなと思います。で、他に関しては結局、前回と同じなので、ただ、こんな感じで流体解析を解くんだなという感覚を身につけていただければ幸いです。で、圧力のポアソン方程式、こちら左の項、今まで第10回かな、第10回で説明した、第10回9回で説明した内容で、右側は、この2つの式から導出されるものをちゃんと具体的に書いてますと。で、それぞれ離散化していきます。時間の離散化によって、否定条項の離散化によって、この N プラス1という、新しい時間の項が分かりますと。で、他は空間微分、空間を離散化していきますと。で、あと2回微分に関しては、テイラー展開によってこのように中央差分で離散化します。で、それを同様今まで通りやっていくという形ですね。で、N プラス1、X 方向の N プラス1、要は次の時間の速度が分かりました。で、Y 方向の N プラス1の次の時間の速度が分かった。で、圧力に関しては N なんですけど、これは平行を保つための平行、圧力のポアソン方程式を解きますと。で、これによって圧力の平行状態を維持しつつ、次の時間、その後にその次の時間の、速度を解いていく、そんなイメージですね。で、項としては、基本的に全部一緒です。この辺りが否定、対流ですね。で、圧力が2行目で、3行目が粘性ですね、に関する項になっていると。だから、そのまま、今まで通り、ちゃんと項同士で集まって書かれているっていうのはこの、形態になります。で、あと、最後が、ここに生成項が追加されてますよね。なので、これが追加されたっていうのが大きな違いですかね。で、プログラムで見てみると、初期値と境界値をまず設定しますと。
で、次に全ての時間ステップ、要は時間が徐々に進んでいくので、それを for 文で繰り返しますと。で、この while 文で何をしているかっていうと、圧力計算、圧力の平衡状態を保つために、ここで収束計算をしています。まあ、圧力の計算、何回も何回も繰り返すことによって、ちょっとずつ正しい圧力が計算できていく、そんなイメージですね。で、まあ、残差と呼ばれる、その、前の時間と今の時間との違いっていうのが小さくなってくると、まあ、これ以上計算しても無駄だなっていうタイミングになったら、まあ、次のステップに移っていくと。で、そして速度を更新します。速度を計算する、まあ、要はこの上2つの式ですね、を、計算すると。それで、まあ、1つの時間ステップ終了で、速度が出たので、またもう1回初めからやり直すという感じで、くるくる回していくのが、このプログラムですね。で、そうしていくと、こういった、まあ、流れが解けていくというわけです。はい、まあ、前回とそんなに大きく変わりはないですし、まあ、特に疑問になるところもないかなと思います。ただ、唯一覚えておいてほしいのは、この一番初めのこの F、生成項という項、まあ、大体重力とかで存在するということです。例えば自分で入れたければ、その年男性流体とかであれば、まあ、男性項を入れるとか、まあ、そんな感じで、新しい項が入ってくる、そんなものがあり得るというわけですね。まあ、基本的には重力ですね。重力があんまりそんなに効かないので、まあ、大体重力が入ると思っていただければ。だから Z 方向は今回ないので、重力っていうと想像しづらいですけど、XYZ となったら大体 Z 方向にはこの F っていうのが入ります。なので、まあ、この、これで言うと、この式で、まあ、ナビウストークス方程式1つの式で書いてますよね。それに対して G って何をやってるかっていうと、G はベクトルで言うと0、0、-9.81 っていうふうに、まあ、Z 方向の値だけの入った、まあ、ベクトルっていうのがここに入ってるわけですね。なので、そう見ると、まあ、今回のこの式っていうのも、まあ、このナビウストークス方程式と見比べた時に、何をやってるかっていうのが、かなり明確に見えてきたかなと思います。否定条項、対流項、圧力項、粘性項、重力項、もうすでに全部わかりますよね。計算の仕方もわかるし、この式がどうやって解かれていくか、どうやって離散化されて、どうやって次の時間ステップの値が解かれていくかっていうところも、もう、皆さんだったら理解できるかなと思います。ということで、今回、流体解析入門の第12回最終回として、流体流れを解く生成項ありの方法について紹介しました。ちょっと、まあ、ざっくりと振り返っていきます。まあ、本当に最後なので、まあ、わかるわかるって感じで、まあ、聞いていただければいいんですけど、まあ、まず、XY で X と Y と、圧力のボーソン方程式っていうのを解きます。で、まあ、否定条項、対流項2つと、圧力項、粘性項、で、最後、生成項ですね。っていう項がありますよと。で、圧力のポアソン方程式はこんな感じの式になっていて、まあ、これはこの、連続の式と、ナビウストークス方程式で解かれますと。で、離散化するとこんな感じになっていって、まあ、N プラス1がここで出てきますよね。で、これを解いていく。これをイコールの式にしていくと。で、あと、まあ、普通の離散化、と、まあ、テイラー展開からの離散化っていうような、そういったものがありますよと。で、N プラス1、まあ、要は次の時間の速度っていうのが2つ出て、XY 方向で出てきて、圧力の項は、圧力の平衡を保つための式が出てくると。で、プログラムこんな感じで、圧力の、フォーループを、ホワイルループか、圧力の残差が小さくなるように計算した後に速度を計算するっていうような流れで計算していきますよという感じでした。はい、ということで、今回流体解析入門最終回として終わりにしたいと思います。わからない部分あった場合は、まあ、コメントとかで書いていただければ、まあ、補足の動画も出そうかなと思います。まあ、でも基本的には今までの動画で説明した内容ですので、その部分を見ていただければ幸いです。ということで、今回流体解析入門、終わりです。お疲れ様でした。それではご視聴いただきありがとうございました。